観光疎開は中国の古北省武漢市にかつて存在した疎開。新朝末期の1861年から第2次世界大戦中の1943年まで観光市に設けられた列強各国の疎開のことをまとめて観光疎開と呼ぶ。アヘン戦争、第2次アヘン戦争、日清戦争などに敗北した新国は次々と 列強各国との間に不平等条約を結ばされた。その結果、中国大陸各地の港が条約港として開港させられ、上海、天津、観光、広州などには疎開が設けられた。観光には、長江上流より、イギリス疎開、ロシア疎開、フランス疎開、ドイツ疎開、日本疎開が設けられた。最初に開設されたイギリス疎開には、 列強の多くの企業が進出し、観光地区の経済の中心地となっていった。観光の中心となったイギリス疎開から最も遠くに、作らざるを得なかった日本疎開は、観光上壁外の停止地に設けられたため長高の洪水に悩まされそれほど繁栄することはなかった。観光疎開左より、イギリス疎開、ロシア疎開、フランス疎開、ドイツ疎開、日本疎開、高換間、 第二次アフン戦争後に結ばれた北京条約により、同戦争中の1858年に、ロシア、アメリカ、イギリス、フランスと新国が結んだ、天津条約の完全履行が定められた。この天津条約により、長江沿いの南京や、観光など、複数の港が開港された。中国大陸の南北を結ぶ京観鉄路、予定路線と東西を結ぶ長江水運の、 結節点としての観光の重要性を認識したイギリスは1861年にハリー・パークス卿が上官した海軍艦を派遣して中国側に圧力をかけ観光に疎開を設けることを認めさせた日清戦争が始まるまではイギリス疎開が観光に作られた唯一の疎開であった1927年武漢国民政府の違い封建撤廃要求を 受け入れたイギリス政府は観光イギリス疎開を廃止することに同意し、3月に観光イギリス疎開は国民政府に改修された。京韓鉄路大地門端第二次アフン戦争後に観光が開港され、イギリスが疎開を設けた翌年の1862年にフランスは観光に領事館の開設を決めた。 経済利権を確保するために1885年には召喚も設けた。1896年に新国との間で観光法疎開疎約を締結し、フランスとして上海、天津、関東に次ぐ4つ目となる疎開を観光に開設した。1905年には北京と観光を結ぶ景観鉄路が開通し、疎開に開業したフランス企業は20社。 現地を含むフランス資本以外の会社等は250社に達したという。疎開に滞在するフランス人居留民は1932年に最大の654人に達した。フランス疎開の面積は観光にある列強5カ国の中で最も狭い33ヘクタールしかなかったが、軽観鉄路の観光側ターミナル駅である、大地門端と長江水運の観光三橋という二つの 交通結接点を持つ利点を活かし、両者を結ぶ直線道路を建設し疎開発展の基盤とした。疎開内は、L ホテルターミナスやルエンコホテル、L ホテルで、フランスなどのホテル、カフェ、劇場や映画館が立ち並び繁栄した。インドシナ銀行やクレデットフォンセアディ・エクストリーム、オリエントなどの銀行支店が作られ、輸出入を担う、商社、 力車を製造する工場や醸造所などが作られた。1943年、フランスは疎開を放棄し、中国が改修した。1944年には、日中戦争に伴った米軍による観光大空襲があり、すべてのフランス人が観光疎開地であった場所から引き上げた。観光の地政学的重要性を認識した日本政府は、1866年に、 領事館を開設したが、企業の海外進出が本格化する前であったため、観光に進出する日本企業は皆無であった。そのため、領事館は一旦閉鎖された。その後、日清戦争の講和条約である下関条約が結ばれ、天津、上海などと共に、観光に疎開を設ける権益が日本に与えられた。年、国と日本の間に、 観光日本居留地取り決め書が締結され、日本疎開が中心街から最も遠いドイツ疎開の北側の沼地に設けられることとなった。列強がすでに疎開を設けて、権益を確保していた観光で、日本が得ることができたのは観光上壁外の停地しかなかったため、日本疎開は毎年のように浸水害にあった。1931年の超高大水害では壊滅的被害を受けた。 疎開経営には定期航路の開設等維持が重要であるが、疎開開設当初は日系企業の進出が少なく物流需要も低調であったため、大阪商船が行った上海観光路線は日本政府の補助金なしには維持できなかったとされる。日本疎開の商工業の発展がその他の疎開地区に比べて遅れており、欧米系の企業進出に圧倒されている。 状況だという記述が1904年4月の観光日本総領事館の報告の中でも確認することができる。日露戦争の時期より日本人の観光への進出が活発となり、1901年に74人であった日本人居留者は1905年に528人となり、疎開を置いている各国の中で最大の人口を要するに至った。 翌年の1906年にはさらに居留者数が増え1062人となっていた。外交官、水野幸吉は、日露戦争を前後した時期の日本商人の非常なる増加を指摘し、日野部広之、東光陽光のほか13社の名前を挙げている。日本の長高航路への進出も活発になり、1906年には、神戸と観光を直接結ぶ航路が、 日本郵船により開設されている。1907年には、拡張居留地取り決め省締結し疎開を、長江下流に向かって拡張し、日本疎開は、現在の陸号路を、南端、足溝橋寺を、北端、西端を、中山大道、東端を、長江で囲まれた地区となった。日本疎開の拡大に伴い、在観光日本領事館は総領事館に昇格し、転津。 上海に並ぶ位置に格上げされた。侵害革命の幕開けとなる1911年10月10日に勃発した武将危機では、新朝と革命軍の交戦が日本疎開付近で行われたため、多くの居留民が上海などに避難した。居留民数は1910年に1229人だったものが、1912年に973人まで落ち込んだが、 その後第一次世界大戦に伴う後継期の影響で1917年には2045人まで再び増加している。侵害革命後の軍閥拡挙状態になった中華民国で小解析が指揮する北伐軍が1926年に武漢を占領し国境合作の武漢国民政府を開いた。日本は疎開という特殊な法的領域を持っていたため、 北伐開始当初は対外中立を標榜していた。しかし、革命軍と北京政府の衝突が激しくなったため、長江に停泊していた軍艦方たや、そこから上陸した海軍陸戦隊で疎開防衛を行うことになる。民族意識の高まっていた中国人と日本軍水兵の衝突事件がしばしば起こる中で、1 9 2七年には国民革命軍とボートが、 日本疎開に乱入し略奪、破壊を行った観光事件も起こった。中国人の民族意識の高揚により、日本と中国が互いに国際法の秩序を守っていくためには、日本疎開の返還という決断が必要であったが、それを実現することは非常に難しかった。1931年には、超高大水害で壊滅的被害を受け、電気や 水道の断絶だけでなく疎開の都市機能もほぼ麻痺した。この水害の直後には満州事変と上海事変が起こり、疎開経営は非常に困難になり、居留民も徐々に減っていった。1937年日中戦争が勃発する。1937年8月に居留民1787人のうち2人を残して引き上げを完了し、中国政府が 代理管理することとなる。翌年1938年8月に日本疎開は中国に改修された。しかし、1938年10月に日本軍が武漢を完全に占領したため疎開の再開が宣言された。1943年3月、日本軍の撤退に伴い日本疎開は 中国の王朝名政権に回収された。ありがとうございます。